はい、始めました。まちゅちゃんねるです。さあ、改訂版日経英単語リープということですね。はい、こちらに関してですね、竹岡先生がですね、メッセージを書いているというか出しているので、まあリープが改訂されるというのは間違いないだろうということですね。まあ、やっぱりですね、リープに関してはまあいろいろ言われていたんですよね。やっぱこうアウトプットをするのにとてもいい参考書と言われていて、アクティブボキャブラリーですね。このパッシブボキャブラリーっていうのはこう見てわかるやつとか聞いてわかるやつで、アクティブボキャブラリーっていうのが書いたり喋ったりするときに使えるものっていうので、でまあ4技能をね、非常に見越していて作られていたものなんですよ。ただ残念ながらこのね、4技能試験っていうのはまあ英検はかなり定着したといえば定着しているんですが、うん、思ったようにね、多くの試験がこう導入されたりはしなかったわけですね。 GTEC とかで大学入試で使われていないので、やっぱりこのリープを学校で採用しているところが結構あるんですけど、このリープはまあ一冊目のものとして、プラスでこれやりましょうみたいなね、特にまあこれでシスタンとかターゲットその後にやりましょうっていう風になっちゃうことが多いんですね。でまあさらに早慶行く人だったらこれにさらにプラスしてやりましょうみたいな感じで、3冊やるうちの1冊目とかですね、なったりすることがあったりして、でさらにまあ1冊目としてそれね、リープやるんだったらシスタンとかターゲットやった方がいいじゃないなんていう風に言われてた。でやっぱりそれをね、変えてくれるというか、見出しが1935から2305に365語増やしますという風になってますね。はい。で、見てみると、そうです。この採用されている学校等から要望があったことに加えてと書いてあるんですけど、まあそうですね。絶対あるはずなんですよ。だからシスタントターゲットと比べて少ないから単語が。だから生徒たちからね、変えてほしいとかさ、ね、生徒たちが勉強してくれないとかね、あとは塾でね、言われたからって言って変えましたとか、そういうのあったりとか、あとは2冊やってるなんていうので、結構声、あるんですよ。僕も学校に行くんで、教えに行く人間なんでよくわかってます。リープで、学校でリープが採用されてるところでも、子供たちは英単語帳の EX やってたりとか、でターゲットやってたり、シスタンやってたりすると、こう結構あるんですよ。で、さらにそれに加えて、大学入学共通テストの出題傾向から分かる通り、大学入試で求められる語彙力は全体的に上がっていることを考慮した結果というわけですね。そうなんですよ。で、教員セミナーのことはね、書いてあるんですけども、そうなんです。教員セミナーを、いつも竹岡先生やってて、すごいんですよ。めちゃくちゃ分析されてるんで、生徒たちの回答だったりとかね、を見たり、そして入試問題をたくさん分析してて、で、そこで得られた情報という、自分が持っているものを、学校の先生たちにすごくたくさん提供している方なんですね、毎年毎年。だ新規見出し語とかも載ってますね。Cognitive とかですね。Latitude とか、Ubiquitous なんかも載ってますね。はい。Outrageous, Entrepreneur とかが載るって言ってね。で、まあ、重要度が高いから載るもの。で、さらには大学入試問題では語中がつけられていることが多いけれども、品質とか出てくる。あ、Deem とかね。Refute, Resilient, Smaggle.Dementia, Salvation. で、3個目に、英検準1級レベルの単語、Carnivore, Bilateral, Culprit とかですね。はい。っていうのも載せるよというふうになってるわけですね。なるほどね。まあやっぱこの準1級のね、レベルっていうものがこの早慶なんかではね、よく言われますから。なんで、もうこのね、準1級レベルの単語持ってないといけない予想形受ける今っていうのは、ものすごく広がってるんですよ。だから生徒たちも知ってるし、もちろん先生たちの耳元にも届いてるわけですね。なかなか学校の先生たちがね、本当の問題で入試問題解くっていう暇はないんですけど、はい、これに関しては、まあ、生徒たちから声が来るし、もちろん竹田塾チャンネルだったり、うちのチャンネルでね、こう発信してるものがあるので、そこで見る方たちも多くなっているので、そういった声は大きいと思いますね。で、さらに語源とか語呂合わせといった暗記のためのヒントを豊富に掲載していると。なるほど。必ず覚えていただきたい2000語は初版と同様にパート1から4に掲載。残りの300語には改訂版で新設したプラスアルファっていうパートがあるんですね。そこに書くと。なんでこれによって最難関国公立、私大受験、英検10級に対応可能な単語集としてできたよっていうことですね。うん、で、さらに、QR コードコンテンツなんていうものがあるんですね。音声データが初版と同様4種類ですね。はい。単語を英日で聞いて、用例を英日で聞く。で、用例を日英。で、用例、英語だけ。ってやつですね。まあ、これは結構ね、言われたりするんですね。まあ、学校で使うときとか、こういうのでやりたいんですけどとかってあったりするんで、それを QR コードでね、配信すると。で、さらには解説動画。3種類の内容を約5分、22本。すごっ。
語源、ああ接頭辞とか接尾辞とか語根とかですね。で発音アクセントについて、でさらには英作文に役立つ英単語の使い方、類義語の使い分けなど、そういったものですね。まあやっぱり竹岡先生の方多いですもんね、動画で解説してるものね。英検のやつとかもそうですけど、はい、そういったものがつくと。で、さらにこのドリル問題っていうのがありますね。まあもともとリープってこのドリルって別売りでありますよね。だ学校とかでね使われるのがあるんですが、それに全見出し語に関するドリル問題がついていると、例えば単語を英語があってその後で日本語訳を選ぶ問題だったりとか、日本語があってその後に英語を選ぶ問題で、用例の方ですね、で英日で用例日英っていうのがあると。これは数件出版のアプリ数件ライブラリーで初版は出してたんだ。なるほどね。改訂版では QR コードから手軽にアクセス、なるほどなるほど、そういったことができるようになると。でやっぱりこのアクティブボキャブラリーとパッシブボキャブラリーっていうそのコンセプトはもう引き継がれていくわけですね。で576ページになるとすごいぶっとくなるわけですね。うわぁ、なかなかすごいものになりそうですね。でやっぱこう使えるようになるためのね、解説のそのアクティブボキャブラリーのところがやっぱポイントですから、リープってね、ぜひそこをね役に立ててもらえればいいんじゃないかなと思いますね。まあ竹岡先生のねライティング本だったりとかいっぱいありますもんね。そこがポイントになるんじゃないかなと思いますね。でちなみにどういう風になってるかっていうと、そのパート1でセファーレベルがこの A1、A2 でかつ日本人がライティングやスピーキングで使う400語っていうのがあるんですよね。でここがいわゆる難関大にはいらないよっていう声が多かったんですよ。でも書くためスピーキングね、話すためにはすごく必要なものなんですね。だここがいわゆるこの単語帳じゃないのにしますっていう人たちが多い理由なんですね。でこう400引いちゃうと、その元々のね1900ので考えると1500ぐらいになっちゃうわけじゃないですか。でだから1500ぐらいになるんだったら、あだったらサーゲット1900の方がいいやとかっていう風になっちゃうわけですよ。でその分プラスされるわけですよ。なんでプラスされたのを考えればね、1900ぐらいになるわけですからね、単語が。でパート2っていうのが A2 B1 レベル、ライティング、スピーキングでよく使う600語で、パート3、4がパッシブボキャブラリーですね、はい、レベルの高いものになると。でこのプラスアルファを加えて、パッシブと、プラスアルファでかなりレベルの高いところまでを網羅するんだっていうことですよね。で語のニュアンスですね、語のイメージでそのニュアンスの説明なんていうものもちゃんと載ってますよ。あ、グルーピングも載ってるとか、はい、使い分けもわかるように。まあもうリップ使ってる人だったらね、多分まあすぐに入れるんじゃないかなと思いますね。まあこれでね、いよいよレベルが低かった、足りないんじゃないかって言われてたものが補われてですね、ますます使いやすくなるんじゃないでしょうかね。そしてレベルも上がるってことですね。まあとにかくね、竹岡先生のね授業を受けてる人とかね、まあ関西の人は多いと思うんですけど、知識がすごいんですよ。こういう風にね間違っちゃうとか、そういったことも、ね、出てくるし、生徒たちがこういう風に間違えるんだ、だからこうやってやっちゃいけないんだよ、こうしなきゃいけないんだよっていうのを教えてくれるし、あとやっぱ語源とかね、そうそう、発音の知識めっちゃすごいじゃないですか。もうポン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 出てきますよね。まあ本当に単語の知識に関してめちゃくちゃすごいんで、だから自分がだって学生の時からそう思ってましたから、それを単語帳でこそなんていうか竹岡先生の凄さって分かるところがあるので、まあなんかやっぱ英作文っていうイメージを持ってる人も多いと思うんですけど、あとは京都大学ね目指してる人だったらね、はい、もう竹岡先生神ってなってる人めっちゃ多いんで、京大生にはめちゃめちゃ多いですからね。さあこのね新しいリープがどうなっていくのか見ものだなと思いますね。はい、ぜひともご期待くださいということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.